ルコーナーってこのところに来たんですけど、おい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 、なんか石垣島にまた戻ってきたみたいだぞ。おい、本家本物を見に来た、見に行ったばっかだぞ。サンゴ礁の岩場とか、まさに本当に石垣島みたいになっているよ。すごいな、完全に熱帯魚なんだけど、石垣島の水槽にもあったんですよ、この青い魚が泳いでるところ。あんま一緒じゃないか。本当に石垣島に昨日行ってたから、石垣島に戻ってきちゃったみたいに。うわあ、ここにね、エメラルドの入り江だって。エメラルドの海を見る、なんだっけ、展望台かに行ってきたばっかりなんですけど、あとはこれね、カビラ湾みたいだ。沖縄県石垣島のカビラ湾、それに近しいものを感じますよ。透明度が高いっていうのはね、まさに沖縄の海と同じような形ですよね。そしてね、ここにカメがいるんですけども、カメが結構ね、いろんな種類のカメがいまして、石垣島の方でも泳いでいる野生のウミガメを見ることができましたね。ということで皆さん、改めましてこんにちは、こんばんは、レオでございます。現在千葉県の鴨川シーワールドに来ております。このようにカメさんが可愛く泳いでおります。ここはですね、鴨川シーワールドのトロピカルコーナーといったところに来ております。さっきも言ったように沖縄県南国のような、そういったね、お魚さんたちとかが泳いでいるよっていうコーナーです。沖縄県石垣島に行ったばかりでしたから、ちょっと変な感じでした。前回ですね、鴨川シーワールドのメイ、シャチのショーやアシカのショーなどを見てきたよっていう動画の続きでございます。他にもね、鴨川シーワールドはこういった風にね、可愛いお魚さんたちとか哺乳類の動物、生き物、そういったものをたくさん見ることができますので、今回はそれをメインにいろいろとご紹介していきたいと思います。優雅に泳いでますよ。気持ちが良さそうですよね。本当に鴨川シーワールド、飼育が本当にお上手なのか、どんな生き物も何のストレスもなく自由気ままに生きているなというのを感じさせます。クラゲのコーナーにやってまいりました。僕本当にクラゲ大好きなんですよ。クラゲのふわふわっとね、動いている感じとかがね、本当に心に優しくてね、ついついずっと眺めてしまうんですよね。ぼーっと眺めてしまうぐらいに素敵ですよね。クラゲって可愛いですね。まあ可愛いとは言ってもですね、本当に可愛くない、可愛くないって言い方はおかしいけど、毒を持っているクラゲとかね、危険なクラゲもたくさんいますから、まあ一概には可愛いとは言えません。まあ見た目が可愛いですからね。まあ、中にはこれを見てね、可愛いとは思えず、ちょっとキモいとか、そう思う方もいると思いますけどね。まあ、苦手な人は苦手ですよ。特にクラゲに刺された人なんかはトラウマで、クラゲなんかは見ることはできないと思いますけど、僕はこういったふわふわふわっと動いているクラゲを見るのが大好きです。この水クラゲ、一番定番のね、一般的なクラゲですけれども、たくさんいますよ。ふわ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 っと。気持ちよさそうに泳いでるのを眺めるのが本当にね、和むんですよ、気持ちがね。クラゲだけ見に水族館に来るのもありかなと思うぐらいです。それぐらいクラゲが大好きです。外に出てきましたら、すんごい大きなカメがいましたよ。ちょっと覗き込んだらですね、近づいてきまして、鼻を突き上げて、おお、鼻息を、なんだなんだと思って、ちょっと怖いですよね。いや、でも大きいな、ここまで成長するのに何年かかるんですかね。すごい大きなカメだ。飼育が相当いいんですよ。さあ、もう一つね、やってきましたけれども、熊の実コーナーです。いえいえ、こんな、なんでこんな一箇所に集まっているんだ？他のところ全然いないんですよ、ここだけ。かわいいけど、集まりすぎじゃないかと。これね、イソギンチャクないんですよね。
クマノミはイソギンチャクに隠れる習性を持っておりますから、それがないからこういった形になっちゃうんですかね。ちょっと見ててもびっくりしましたけども、集合何あの恐怖症みたいなあるじゃないですか、そういう人は多分ちょっと無理かもしれませんね。黄色いお魚さんがいます。可愛らしいですね。いい色です。そしてイソギンチャクのあるクマノミのねコーナーの方をちょっと見てきたんですけれども、この顔であります。気持ちが良さそうですね。まるでベッドの上にいるかのように人間と同じような顔をしてますよ。あー気持ちいい。もうニートでやりたい、働きたくない、なんかそういった感じの心の声が聞こえてきそうです。そしてこちらですね、エイとかマンタっていうのかな、そういったものが飛び交っておりますよ。すごい大きな水槽ですね。サメかなあれは、もう泳いでおりますけれども、もうなんかいろんなものが泳いでますよね。一つのこの水槽の中に入れても大丈夫なんですかね。例えばこういったものなんか食べちゃいそうですけど、そんなこともないんですかね。もうみんながみんな自由気ままに優雅にね泳ぎまくっているので、気持ちよさそうって思いながら見ることができます。面白いですねこうやって見ると。本当にエイとかマンタは飛んでいるかのように見えますもんね。さあということで入り口に戻ってきました。ちょっとね短かったんですけれども、ちょっと出ないともう時間がないので出てきましたけれども、これがさっきのシャチの、看板ですね。シャチが、この鴨川シーワールドの看板ですから。はあ、間に合った。これは無料バス、ちょっと歩くには気づかれたね。さすがにこいつ使いますわ。急ぎます。12時25分発、これ逃すからね。1時の列車乗り、1時の列車乗りには乗るしかない。タイプが止まっております。この暴走地区でもねかなり最新型のこの車両を使ってバンバン走らせてますが、まあ、2両しかないんですね。まあ、鴨川から次は立山に向かいますが、まあ、また多分これに乗ることになるでしょう。それからね僕が乗り遅れたというよりも、朝の千葉駅の遅延のせいで乗れなかった若潮号の車両が使われている、若潮に使われている車両 E257 系の500番台です。全くもうほんとこいつに乗れてればね、もっと早く鴨川シーワールドを遊び尽くせたんですが、いや非常に残念なことに間に合うことができませんでした。列車の時間もまだありますから、ちょっとねお昼、もうお昼12時半なんで、ちょっとさすがにご飯が食べたいと、朝の快活の無料トーストを食べて以来全然食べてないので、あちこち忙しかったですから、ちょっとすぐそこにイオンがあります。味方ですよね。ここに安いお弁当でもあれば買っていこうと思っております。ということで買ってきましたけれども、結構ボリューミーで419円、さすがスーパー安いですね。さあまた出発まで時間を離しますが、山方面木更津駅のワンマン列車 E31K が入ってきました。2両編成立山駅の一つお隣九重駅というところに、着いたんですけれども、見てください、反対のホームは多分もう使われなくなったんでしょうね。レールがないですが枕木だけは残ってるんですね。なんか中途半端に残されてますけれども、そのうちこの枕木も取るんじゃないですかね。撤去、レールだけは撤去されてるんですよね。でも取ったばかりなのかな、レールの跡が残ってますよ。
E131系のボックスシート、結構快適ですよ。やっぱ最新車両っていうだけあってね、乗り心地も最高ですけれども、立山駅に到着いたしました。ということで立山駅に到着です。この E31系、なかなか乗り心地も良くて性能もいいですね。スピード出すところ出してめちゃめちゃ快適でした。なんか反対から出ていくな。同じ E31系。ということで今回電車に乗るのはここまでです。立山まで。え、お前東京に帰るんじゃないのって話なんですけど、電車に乗って東京に帰ればいいじゃんって話なんですが、そういうわけではなく、この立山には港がありまして、期間限定で東海汽船さんが出している、高速ジェット船で、など東京の竹芝港に行くことができますので、電車を使っては、千葉県内まで、東京までは船で戻れますので、いやなかなか珍しいよね。電車を最後まで乗り切らず最後は船で帰っていく。だから今回は本当に船だの海だのなんかそういったものばっかりでしたね。ですので今回電車はここまでなんですよ。珍しいですよ。鉄オタなのかと疑問に思うかもしれないですけども、まあ船もね好きなんで、今回はそういった海とか船とかそういったものをメインにやってますからね。ということでございまして、これを見送りまして立山を観光していきたいと思います。ただ期間限定なんでね、船で行けるのは毎回立山港から東海汽船さんが出しているわけではございませんので、今回は運が良くそのタイミングに、タイミングよくね、立山に来て高速ジェット船に乗ることができますね。それで東京に帰りますから。